落札された絵画にまさかの出来事が。絵の作者は匿名で活動する正体不明のアーティストバンクシーで、政治的メッセージが強いことで世界的に知られています。そのバンクシーの代表作の一つ、赤い風船に手を伸ばす少女がロンドンでオークションにかけられ、およそ1億5000万円で落札されました。盛り上がる会場。しかし直後に絵はゆっくりと下へ切り刻まれてしまいます。額の中にはなぜかシュレッダーが仕込まれていました。どうやら不可解な出来事はバンクシーが仕掛けたアートの一環だったようです。オークションの主催者もバンクシーに一杯食わされたようだとコメントしています。